皆さんこんにちは、横浜 YMCA の大池杏奈です。よろしくお願いします。横浜 YMCA の学校は神奈川県の厚木と横浜に2校あります。羽田空港からのアクセスもとても便利です。その他に東京の隣なのでスカイツリーやディズニーランドにも1時間以内に行くことができます。それぞれの学校ですが、入学の時期はどちらも4月と10月です。学習の期間ですが、館内は1年です。厚木は1年半か2年から選ぶことができます。授業の時間は館内が50分が5回、厚木は4回です。短期コースの受け入れもしています。館内では夏のコースの受け入れもしていますので、ぜひ来てください。あと、私たちの学校では日本語を勉強した後に使うということをとても大切に考えています。折り紙や書道の体験、落語の体験の他に、防災センターへ出かけたり、日本の高校へ出かけたり、教室の外でする授業がたくさんあります。同じ日本語を使う機会として、ボランティアへの参加も積極的に行っています。学生がボランティアの参加を通して成長していくことを私たちは願っています。施設ですが、ジムやプールは1年の学生は無料で使うことができます。その他、ノートパソコンなどの貸し出しも行っています。あとはですね、日本語学校を卒業した後は就職、進学、帰国の3つに分かれるんですが、進学先として館内には国際情報ビジネス科、厚木には介護福祉科という学科があります。ぜひ興味がある人は、連絡をください。よろしくお願いします。ありがとうございました。